どうも、たくひろ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、このリアフェンダーについてお伝えしていきたいと思います。これね、この間公開したと思うんですけどね、この ATEC のリアフェンダーなんですけど、はい。でね、取り付けて、まあ問題あるっつったら、その僕ね、K-FAC のタンデムステップをつけてるんですけど、それに若干干渉して傷がついちゃったりしたんですけどね、うん、まあそのぐらいでね、他はまあ問題ないというかね、まあ、かっこよくて気に入ってたんですけど、でこれね、7ヶ月ぐらい待ったんですよね、注文してからね。で今はね、なんと1年ぐらい待つそうなんですけどね、まあそのぐらいレアなアイテムなんですけど、この間ね、薄い峠の方にツーリングに行きましたね、うん、で妙義山行った後、まあ荻野屋っていうところでね、休憩したんですけどね。でそこで発見したんですけどね、でこの映像はね、自宅なんですけど、はい。でご覧のようにリアフェンダーが大破してしまいまして、でその発見した時はね、っていう感じで、なんでって感じだったんですけど、こんな変なところも大破しちゃってて、すごいでしょ、うん、こんなね、ボロボロになるとは、うん、もう発見した時びっくりしちゃってね、なんでなるのと思って、最初は石とかなんか木が挟まったのかなっていう話だったんですけど、でここを見てください、このステーが曲がってますよね、うん、まあここにぶつかったんですよね。このステーは何かと申しますと、サイドバックのステーですね。でご覧のように曲がっちゃって、これにぶつかったらしいですね。で心当たりがあってね、その薄い峠にツーリング行った時の、南清里で休憩したんですけどね、そこでどうやらぶつけてるかなっていう、ここで、次バゴンっつったよ。スローでもう一度ご覧ください。はい、ということで、まあここで間違いなくフェンダーが大破したと思うんですけど、これ以外ね、心当たりがなかったんでね、まあ間違いないと思います。で僕はね、まあリペアして直そうかなと思ったんですけど、もうあまりにもひどすぎてあと欠損してる部分も多いんでね、ちょっと難しいかなっていう感じですかね。でここはね、K-FAC のね、タンデムステップの部分が、まあこれは前から当たってたんで、うん、傷はついてたんですけど、まあまた新たな傷も入ってますけどね、うん、でねこのタンデムステップね、対策してこうやって殻を挟まして外に出してるんですけど、うん、これでも当たっちゃいましたね。でもこんだけボロボロになっちゃいましたから、最初ね、スイングアームを交換してなっちゃったのかなとかね、思ったんですけど、ねえ、まあそれまで全然大丈夫でしたから、はい。いや、ショックですね。どうですかね、誰か5000円ぐらいで買わないですか。はい。てなわけで、とりあえずね、ノーマルのリアフェンダーに戻しまして、とりあえずこれで行こうかなと思ったんですけどね、うん、懐かしいですけど、実はちょっとこれも傷がいってましたね。はい。ただこのままだとね、まだちょっと不安というか、逆にタイヤにそのステーが当たって危ないかなと思いましてね、ただやっぱサイドバックはつけたいんで、でこれね、外したステーですけど、僕ね片側しかね使わないんで、片方ありゃいいんですよね。なんでこの辺で切ってなんとか取り付けできないかなと思いましてね、でステーをこのように切りまして、はい、
で取り付けたわけなんですけど、まあ問題ないですね。うん、こうすればね、まあタイヤとまあ触るってことはなくなるんで、とりあえず、はい、どうでしょうか。いい感じですよね。ただまあ両方にはそのサイドバックをつけるっていうことはできなくなりますけど、まあそれはしょうがないですよね。まあ安全の方が大事なんでね、それはしょうがないです。まあこのねステーもね、あのタイヤに巻き込まないためのステーなんで、そんなにね、頑丈につけなくてもいいんで、これでまあ大丈夫だとは思います。はい、ということでね、今回はね、このエーテックのリアフェンダーを大破させてしまったという動画でしたけど、はい、まあこれはね注意喚起の動画でもあります。今までね、僕の動画をご覧になって、カスタムをね参考にされている方もいらっしゃると思うんで、まあその方々にね、まあなんていうかね、参考になればというか、はい、こういうことも起きるよということで、でなんていうかね、まああのサイドバックのステーが当たって、まあ結果的にはなったんですけどね、あのステーが悪いっていうわけではないと思いますね。あの本当はねグラブバーを使用しないで取り付けるっていう前提のもとで設計されてるので、うん、僕はねなんとかそのグラブバーも使用したいんでね、ちょっとカラーをはめてちょっと下げてるんですよね。まあその分まあなんていうかタイヤに触ってしまったのかなっていうのもありましたんで、うん、でまあね僕の場合片方しか使わないんでね、まあ、今回みたいに切ってまあやりましたけど、まあ正直ねあのぐらいのステーだったら売ってそうなんでね、そこら辺で、で自作できそうですよね。であとあのコの字みたいなステーはアマゾンでいろいろ安く売ってるので、うん、自作されたらできると思いますね。うん、その方が安上がりだとは思いますけど、まあその辺もなんていうか自己責任ですけどね。はい、でまあ今回はねなんていうかね、まあ大きな事故にならなくてよかったかなと思いますね。はい、それが一番です。まあよくね自己責任って、まあ、さっきも言いましたけど、あの自己責任では済まされない場合もあるんでね、うん、その辺は気をつけていかないといけないですね。はい、自分ばっかの自己責任で他の人を巻き込む場合もあるんでね、本当に気をつけたいと思います。あとね、軽薄のあのタンデムステップなんですけど、僕ねあれちょっといまいちってね、まあひょっとしたらノーマルに戻すか、また新たなものを取り付けようかなとか今考えてます。実際ねあのノーマルのフェンダーでも触ってましたからね、うん、ちょっと微妙なんですよね。まあ見た目はいいんですけどね、いろいろまあ今回のことはそういう相性もあったのかなとかね、いろいろありますけどね。とりあえず当面はノーマルフェンダーで行きたいと思うんですけど、まあお金がないっていうのもあるんですけどね。またエーテック欲しいですけどね、まあさすがにまた1年待つのはねあれをまたリペアするのもちょっと厳しそうだしな。で PMC とかねいいかなとか思ったんですけど、案外高いんですよね。で、ストライカーは池さんがつけてて、スピードラーはね大木さんがつけてるんですけど、まあね同じものをつけてもいいんですけどね、うん、まあどうしようかなっていう感じ。また多分ね買いたいとは思うんで、はい、まあ今回は対策されたんでね、まあ大丈夫だと思うんですけどね。あとちょっと言い忘れで、あのリアショックが若干柔らかいかなっていうのが、うん、あと僕の体重が重いとかねそういうのもありますんで、はい、まあいろいろ悪い部分はあります。
まあ今回の動画がね、誰かのお役に立てれば幸いですけどね、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。